ひらめチャンネル TV 始まるよ。ヤマチャンネルレトロゲームコレクション略してヤマコレ、はい、ということで本日もこんなレトロゲームをこの金額で買ってきましたっていうのをやっていきたいなと思います。最初の1本目がね、こちらいただきストリート2です。いただきストリート2、違ったっけね。はい、これがね480円でした。箱節付きで480円はこれかなり激安なんじゃないかなと思います。ちょっと開けてきます。あ、これべったりなのでちょっとハサミで開けてきます。はい、開きました。箱はね、まあそんなすごい綺麗ってわけじゃないんですけど、こうところどころこうちょっと押したかなぐらいのね、こうやって感じがあります。まあなんだろう、 ABC で言うならB よりちょっとした B ダッシュぐらいな感じです。はい、で中はね、はい、耳は4つともついてます。はい、中がなんかすごいことになってるよ。ビニールが、あ、関係ないのか。まず説明書、ビニールがちょっと汚く入れたよっていうだけだね。はい、説明書こんな感じ。説明書まあまあ綺麗です。 B 丸ぐらい。これね、スゴロクゲームなんですよ。この中からね、あの相手を見つけて、まあ何人で遊びますかと。一人でやったらコンピューターが3人入るっていう形で、4人でまあプレイするんですけど、なんていうのかな、スゴロク回してその止まった場所の土地を買って、で自分の土地をどんどん増やしていってっていうね。でそのエリアの株買ったりしながら、はい、最終的にお金がいっぱい早く稼いでその8っていう、そんなゲームになります。わかりづらい説明でしょね。はい、でソフトの方は、あ、まあちょっとね茶番出るかなっていうのはありますけど、まあまあいいかなっていう、そんなレベルです。はこんな感じね。こうやって止まったマスの土地を買って、でハートとかはなんだっけな、なんかあのカード引けるマスだったりとかね。これ本当でも面白くて、あのボードゲームの中では僕かなり好きな方の部類に入ります。リタストはね、この後もプレステでも発売されて、プレステ2でも発売されて、プレステ4でも発売されているので、あのドラクエとコラボしたりとかね、ドラクエ FF コラボとかしたりもしながら、あの出てるんで、これはすごく面白い作品です。はい、いただきストリート2、1本目買いました。じゃあ2本目いきます。あ、今日はねスーパーファミコンスペシャルということで、スーファミばっかりになってます。1本だけ違うのあるけどね。はい、じゃあ次いきます。次こちら、早指し2段森田将棋です。これ安かったんですよ、100円ということで。じゃちょっと開けてきますね。はい、開けました。早出し2段森田将棋と、2段なんだね。はい、森田将棋ってファミコンでもね確か出てましたよね。ファミコンでも出ていて、これちょっとまあ説明書ないパターンじゃない、始まった何にも書いてないのに、まあ100円だからしょうがないかね。はい、ということで内容は普通の将棋ゲームです。はい、でファミコンの時と比べて早く打てるようになったっていうことなのかな、きっとね。そのコンピューターがしっかりしてきて、打つ順番、時間がスピードが速くなったという形なんじゃないでしょうか。でソフトはねすごく綺麗です。はい、これ重いね、電池が重いのかな、これバックアップ電池入ってるのかな、あれかな、ロムが大きいのかな、ちょっと分かんないですよ。なんか重いので、これちょっとねまさか説明書なしだとは思いませんでした。ただまあ AC アダプターの注意書きは入ってます。森田将棋はあったかな、説明書の在庫ね、ちょっと探してみます。はい、で箱はね、見た、さっき見てないよね。
こんな感じ、まあ、B 級品、ちょうど B 級品、真ん中ぐらいのランクかなと。あれこれ開かないよ。開いた開いた開いた。これね、たまにグッてやるとこうビーって破れたりすることあるんですよ。すごい硬い。ここはもうしっかりしてます。ただここがちょっとね、今はい、箱の硬さはいい感じなんですけど、まあ、ちょっとよれがあるのと説明書がないと。まあ、ただ100円で買えたので全然いいかなと思います。はい、早指し2段森田将棋でした。じゃあ次いきます。次はね、これはい、シムシティです。550円ということで、ちょっとこれも開けていきます。あ、べったりだ。ちょっとじゃあハサミで開けていきます。はい、開けました。今日ちょっと騒がしい中でのね、動画撮影なんですけど、シムシティ、これがね、僕説明書持ってたんですよ。しかも2冊くらい説明書持ってるんで、説明書なしで、まあ、550円ぐらいで箱が綺麗なやつがあればいいなと思ったら、まあ、これ全部入った状態で550円だったので、今回もこれ買っちゃいました。でね、状態です。ここちょっとね、痛みはあるんですよ。ただそれ以外はすごく綺麗という。何本かあったんです、シムシティで。全部550円だったんですね。3本ぐらいあって全部550円だったんですけど、あとはこう、さっき見たらこうベコってなってるのとか、あとここがね、もうぐちゃってなってるのとかで、なんか耳トレしてんじゃないっていう感じのもあったりとかで、で結局これを選びました。これここだけちょっとね、傷んでるだけで、あと綺麗だったので、ほら6200円、ね、メーカー希望価格7767円とね。だ、日本もこのくらいからソフトの値段が変わってないという形になるのかなと思います。はい、ちょっと中開けてきますね。はい、耳はしっかりついてます。あ、そうそう、毎回ね、僕耳って言ってみたり爪って言ってみたりするんですけど、耳です。で、耳っていう言葉がとっさに出てこないときは爪って言ったりとかするんですけど、ね、要はこれが4つついてるかどうかっていうのを伝えたいだけっていうね、そんな形です。はい、ゲームはこんな感じ。こうやって四角いマス置いていくんですよ。ドン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 って何にもないところに置いてって、商業地帯とか工業地帯とかな、あと住宅街置いてって、まあ、その近くに線路を入れたりとか、まあ、道路を置いたりとかしながら、そうすると人がどん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 住み出すようになって街が発展していくっていう、そんなゲームになります。街の市長になるゲームかな。はい、これはね、なんだろう、結構単純だけどすごく奥深くて面白いゲームです。シミュレーションゲームと、シミュレーションゲームの、なんだろう、なんていうのかな、スタート地点というかね、スタート地点までいかないんですけど、なんかこれはこれでシムシティみたいなゲームがどん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 出てったので、この後にね、街づくりゲームの、まあ、元祖みたいなものかなと思います。はい、でソフト、綺麗な状態で、あ、嬉しいのが入ってる、遊び方表。これ結構ね、300円ぐらいで売ったりしてるんですよ、これだけ。だから持ってないとつい買っちゃうんですけど、これは入ってました。あとアダプターの注意書きということで、はい、でもこれ、まあ、シムシティ自体そんなにね、高い商品じゃないんですけど、はい、まあ、550円で綺麗なものが買えたらいいかなということで買いました。はい、シムシティでした。じゃ次いきます。次はね、裸ソフト2本。はい、1本が北斗の拳6、ちょっと汚れありと。で、もう1本が三国志英傑伝でした。はい、こっちはね、270円、これはジャンクで100円でした。で、両方ともっていうか、こっちは起動しています。これは多分大丈夫だと思います。ちょっと一回開けなくてもめんどくさいからね。これはね、三国志、光栄の出している三国志のゲームなんですけど、いつものシミュレーションゲームと違って、なんていうんだろう、ファイヤーエンブレムとか、今で言うとタクティクスオーガとか、あんな感じのこう自分の武将を動かしてって、まあ、戦うっていう、そんなゲームになります。これね、
やり込むとすげえ面白いですよ。ね、さすが声っていう、そんな感じのゲームになってます。で、箱説付きだとね、2000円とか、もうちょっとするかな。で、結構高いソフトなので、まあ、箱説付き持ってるんですけど、270円だったんで、思わず買っちゃいました。はい。で、北斗の拳も同じ理由です。これ100円だからっていう。100円で北斗の拳買えないでしょっていうね。そんな理由で買いました。はい。ということで、じゃあ2本。三国志英傑伝と、北斗の拳6でした。じゃあ次行きます。じゃあ次も2本同時に行きます。はい。ギャンブル系ソフト2本。クラシックロードと、パチスロ必勝法です。ちょっと両方とも開けていきます。はい、両方開けました。こっちがね、内箱なしと。で、こっちは特に何も表記なかったんですけど、箱こんな感じ。スターキッズさんというお店で8550円で当時売られていたソフトです。値札ね、ついてると剥がすのめんどくさいなとか思いますけど、当時の値段、販売価格が分かって面白いかもしれないですね。はい。これはまあこういうスロットのゲームになります。サミーだから、本当に出してるところだよね。スロット。はい。で、内箱はまあ家にいっぱいあるんで、後で入れるとして、はがきがついてて、汚い。何これ、なんか血がついてないこれ。違うかな、ただの汚れかな。AC アダプターの注意書き。で、説明書はね、これやけに綺麗です。まあ、スロットゲームだから別に説明書いらないのかな。だ台を紹介したらスロット好きな人は、はい、ミスターマジック、スーパーヘビーメタル2、アラジンゴールド、スーパーバニーガール、あ、俺全然わかんない、わかります？皆さん。で、スーパープラネットと。スーパープラネットってなんかあれじゃない？チャンチャンチャチャンチャチャンチャンチャンチャチャンチャチャンチャチャンって音楽じゃなかったっけ？違うかな？全然わかんないや。はい。ね。この機種が収録されていますと。なんかスーパープラネットってなんかこの後もどんどんリメイクされて、なんかね、見たことあるような気がする。あんまりやらないんでわかんないんですけどね。はい。ということで、実践パチスロ必勝法でした。で、こっちはクラシックロードと。はい、まあ、ざっといきますね。はい、耳トレはなしと。で、これはね、こんな感じ。あの、競馬ゲームです。馬を直接操作するんではなくて、ウィニングポストとかダビスタみたいな感じで、自分で、ね、父親の馬と母親の馬を決めて掛け合わせて子供ができて、その子供を自分の好きな調教師に預けて、こういう調教してくれっていう指示を出して、まあ、育てた馬がレースに出ると。はい、元祖サラブレッド育成シミュレーションという形です。元祖はダビスタじゃないかなと思うんですけどね。はいはい、まあ。で、説明書はね、これ結構もうボロボロです。そう、このゲームね、この手のゲームって結構説明書見るんですよ。あの、配合するときになんかどうすればいいんだろうとか、ね、結構あの、この当時のお父さん世代の人がハマったんじゃないかなと思います。説明書ね、今触って分かったけど、すごい汚い。ね、だこういうゲームって、まあ、ダビスタ、あとウィニングポストとか、そういうのがまだ出始めた頃なので、やっぱりね、いろんな競馬好きの人って日本多いじゃないですか。で、子供の本体を借りてお父さんが遊ぶみたいなね、そんな人も多かったんじゃないかなと思います。はい、ソフトはすごく綺麗です。僕あんまり競馬詳しくないんですよ。なんだろう、だってパッと出てくる馬って言われたら、何？わかんないや。あれ、ほら、あの、なんだろう。はい、行きまーす。ね、なんか痛いね、強いね。あ、スペシャルウィーク。スペシャルウィークって言おうと思ったけど、なかなか名前が出てこなかったっていうね。なんかあと痛い？大優作？大優作って言いなかった。
なんかで見たんだよな、テレビで。はい、もう次行きますね。これゲームの話なんでね。はい、クラシックロードとパチスロ買ってきました。これはね、買ったの100円だからっていう理由です。今もうギャンブルスポーツ系でも100円であまり売ることなくなってきたので。はい、あ、もうすぐ終わりますよ今日ね。あと2本で、そのうちの1本がこちら。これスーファミじゃないんですけど、ゲームボーイのドラゴンクエストモンスターズ2です。イルの方かな。あ、違う、ルカの方だ。480円、ルカね。で、これ買った理由がね、これまだわかんないんですけど、開けてないので。これ本来初回特典でドラクエのカードが入ってたんですよ。で、このカードが入ってればそこそこ価値が上がるんです。で、今後はね、さらに上がっていくと思うんですよ。このカードってほとんどもうないので。でね、これ持った感じ、なんかカードが入ってるような気がしたんです。入ってなかったら480円なんで、これほぼ相場ぐらいなんです。270円で買えれば安いかなっていう感じなので、だいたいまあ480円で買えるソフトなんですけど、500円くらいでね。カードが入ってるかなと思ってちょっと買ってきましたね。じゃあこれちょっと開けてきます。これもちょっとハサミで開けてきます。はい、開けました。これも持ってるので、でしかもこれ防犯タグ、特殊なタイプのやつなので、これはちょっと剥がせないかなと思います。で、箱こうぐちゃっと潰れてるとこ一箇所ありますし、だから本当ね、カードが入ってなかったらこれなんで買ったのっていう話になってくるんですけど、じゃあちょっと開けていきたいと思います。いや重いんだよな。重くてね、カチカチ言ってるから。いきますよ、せーの、よいしょ。はい、で、まあとりあえずソフトからいきますか。こうじゃないよね、これね。こうだから、こうね。はい、ということで、まあソフトは綺麗な状態で、トレイも綺麗です。あー、ちょっと待って、これハガキがカタカタ言ってたのかな。あった、ほら、やった、よかった。これでいいのかな、カードって。はい、説明書はね、すごく綺麗な状態で入ってました。だからぐちゃっとちょっとこれね、誰か踏んだのかなんかで潰したんでしょうけど、それ以外すごく綺麗な状態で売られていたという形になりますかね。ここ買った時にね、カタ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 って音がしたんですよ。あ、もう一回やりましょうか。あー、でも危なかった、ハガキの音だったのかな、あれ。なんかね、ちょっと重かったんですよ、本当に。いつものドラクエモンスターより。で、ほら、なんかちょっとカタカタって、ソフトの当たる音以外にカタカタっていうのが、まあ、ハガキと勘違いしてるかもしれないですけど、はい、これはラッキーだったと思います。だから、うちに綺麗な状態のものあるので、あと、だから中のね、あのカードだけ、そっちに入れ替えれば、そっちが完全体になってくれると。はい、いう形になります。よかったら買って。はい、ということでドラゴンクエストモンスターズ2でした。じゃあラストいきます。ラストはね、ずっと探してたソフトです。はい、キャプテン翼3です。スーパーファミコン、これがね、1650円で今回買いました。あの翼くんはね、何年か前だったらこれ本当480円とか980円だったんですけど、ここ最近数ヶ月、半年くらいかな。あ、でもこれいつ動画上げるか分かんないんで、あれですけど、ここほんとね、何ヶ月かで値段が上がってきて、今、1キュッパ、まあ、1500円から2000円くらいの間なんですよ。ただまあ、相場っちゃ相場なんですけど、これね、すごく状態がいいんです。ちょっと開けてきますね。はい、開けました。すいません。ちょっと箱いきますね。はい。結構ピシッとしていて、まあ四つ角ね、ちょっと痛みはありますけど、これ箱自体がペコペコしてないんですよ。すごくしっかりしていて、はい、耳取り物はここも硬いと。で、お尻も硬いと。はい、いう状態です。はい、あ、何これ？なんか袋に入ってるよ。どういうこと？ね、これね、やったことある人分かると思うんですけど、と
当時友達とかと2プレーで戦うとものすげえ盛り上がるんですよ。これね、こっちが攻めてて必殺技選択するんです。ドリブルするかパスにするかとか、なんだろう、翼くんだったらドライブシュートとかね、あとヒールリフトとかドライブパスとかで、敵はそれを読んで、相手がねドリブルで来るかパスで来るかシュートで来るのかを読んで、まあ、タックルしたりパスカットしたりブロックしたりっていう、そのコマンドを選ん でお互い必殺技だったら、まあ、強い方が勝つしっていう、だ今のアプリのキャプテン翼と似たような感じになってます。で当時これすごい盛り上がったから、あのね、友達とか戦ってて最後の最後で1点入れられたりすると、これ箱ぶん投げたりするんですよ。みんなムカついてあーとかって、だからね、この箱が綺麗な状態のものってなかなか見つからなかったんですよ。で今回これが見つかったので、でなんで説明書この袋に入ってるのか、よいしょね、あでも説明書もすごく綺麗な状態です。一人用でもこれ十分楽しめますし、二人用でも楽しめると、だから各国ごとで対戦したりとか、あとは好きな選手を選んで対戦したりとかね、だからまあ日本人選手、翼とかヒューガとか美咲とか以外にもシュナイダーだったりとか、あとはビクトリーノとかね、あとなんだっけ、アリタ・ディアスとかね、ナポレオン・ピエールとか、はい、こうやって必殺技を持った選手たちを自由に選んで対戦できたりするので、はい、これねずっと探してたんです。綺麗なやつあったら買おうと思って、はい、でソフトも綺麗と、でよかった、これね絶対今入っててほしいなと思ったんですけど、カード付きと、このカードも結構ね貴重なんですよ、なかなかなくて、これもう完品状態だと思います。あの強いて言えばソフトのビニールがないぐらいなもので、はい、でこれはいらないかな別にね、一応入れておこうか、いっか、はい、ということで、こんだけ綺麗な状態だったら1650円はあの安いんじゃないかなと思います。もっと汚い状態だったら1500円で買えると思うんですけど、はい、ということでキャプテン翼3でした。じゃあ最後に今日買った商品もう一回紹介していきます。キャプテン翼3で、カードが入ってて嬉しかったドラゴンクエストモンスターズ2で、シムシティで、これ説明書がなかった早指し2段森田将棋で、クラシックロード実践パチスロ必勝法で、三国志英傑伝北斗の拳6いただきストリート、はい、買ってきました。いやーまあこれね、はい、ということで、じゃあまた次回いろんなお店探していろんなレトロゲーム買ってきてご紹介の方していきたいと思いますので、よかったらチャンネル登録高評価ボタンよろしくお願いします。今回はありがとうございました。真っ赤なほっぺの君は僕の憧れ、ロマンティックな笑顔がとても素敵さ、真っ赤なほっぺの君は僕の憧れ、ロマンティックな笑顔がとても眩しい、山チャンネルでも見よう僕と二人で、今も昔も君は永遠の天使さ、チャンネル登録よろしくお願いします。